感謝広告北海道釧路市の商店店頭に掲げられた物知恵支援台湾計画は東日本大震災に寄せられた台湾からの支援に対して日本人の民間人有志が計画した台湾市場への感謝広告の掲載計画。感謝広告は2011年5月3日台湾主要2市の長官に掲載された。東日本大震災から1ヶ月後の2011年4月11日 日本政府は、東日本大震災への支援を感謝する、菅オト首相のメッセージ広告を掲載した。広告は、サンキューフォーザキズナと題され、A、フィナンシャルタイムズ、B、ウォールストリート・ジャーナル、インターナショナル・ヘラルド・トリビューンなど、大韓民国、アメリカ合衆国、中華人民共和国、イギリス、ロシア、フランスの6カ国の7市に掲載されたが、 世界最大の義援金支援を行った台湾に対しては菅首相名義の感謝状をバイエキュー総統、五厚市議行政委員長、ZH、要進む展外交部長に送ったものの、当地の新聞への感謝広告は行われなかった。台湾からは震災からの1ヶ月足らずで109億円以上、同年5月上旬では約160億円の義援金が集まった。 最終的に台湾からの義援金は200億円を突破し世界最大となる。しかし日本政府は各国の主要紙に感謝広告を載せる一方で台湾の新聞に感謝広告を寄稿しなかった。このため日本人デザイナーが個人の企画としてツイッターで広告掲載を呼びかけたところに本格地から数日で1900万円以上に上る寄付金が寄せられたため この寄付金により、日本国民有資という形で広告掲載を行った。なお、この際の余剰金については、日本赤十字社に寄付が行われた。同年5月3日、ありがとう、台湾と題したお礼広告が、台湾紙、連合法と自由時報に掲載された。ありがとうございます。